スコット・スタイナー、スコット・スタイナー、スコット・スタイナー、本名、スコット・リッチ・スタイナー、1962年6月29日イ、は、アメリカ合衆国のプロレスラー、ミシガン州、ベーシティ出身、WCW、WWE などで活躍した、ミシガン大学にレスリング小学生として入学、1983年に、 NCAA 選手権に出場し、1984年にはロサンゼルスオリンピックの強化選手に選ばれるなどして活躍した。おなじみシガン州出身のザシークのコーチを受け、1986年にプロレスラーとしてデビュー。インディアナポリスのワビやメンフィスのクアなどを転戦してキャリアを積んだ後、1989年によりテッドターナーのンウィミッドアトランティック地区。 ジムクロケットプロモーヨンズ買収で発足した WCW に参戦。実刑リック・スタイナーとのスタイナーブラザーズで活躍する。以降、WCW、WWF、新日本プロレスなど各団体のタッグタイトルを獲得し、1990年代を代表する兄弟タッグチームとして一時代を築き、フランケンシュタイナーをはじめとする数多くのオリジナル技を開発した。 1997年末、WCW で、リックと仲間割れして、ヒールに転校し、無王に加入ハルク。ホーガーに勧められ、髪を金髪に染めて、ビルドアップされた肉体を誇示するなど、スーパースタービリーグラハムをモチーフとしたキャラクターへのイメージチェンジを果たした。マイクパフォーマンスの達者さもあって、ヒール人気を獲得し、US ヘビー級王座を獲得したり、 スタイナー・アーリー・クライナー、変形キャメル・クラッチでダイヤモンド・ダラス・ページを病院送りにするなどして活躍した。WWF との視聴率戦争に敗れ、業績不振と内部体制の混乱から主力選手を欠くようになっていた晩年の WCW においても人気実力ともにトップヒールとして常に主力であり続けた。2000年11月26日にはブッカーティーを破り、 WCW 世界ヘビー級王座を初退官。その後長期にわたる王座を保持し、リックフレアーラとマグニフィセントセブンなるユニットを結成するとした。翌2001年3月26日、フロリダ州パナマシティにて行われた WCW マンデーナイトの最終放送で、ブッカーティーにタイトルを奪還されるも、王者として最後の舞台に登場した。WCW 崩壊後は、 オーストラリアのワールドレスリングオールスターズを経て2002年10月に WWE と再契約。フリーの超大物とされていたため参戦当初は RAW、スマックダウン間で双方の GM が勧誘合戦を展開。翌2003年1月より RAW に所属後はベビーフェイスとしてトリプル H の保持していた。 WWE 世界ヘビー級王座への挑戦者となる。しかしもともとヒール志向の上、決して器用な選手ではないために、2ヶ月連続で行われた王座戦は、試合後シャトリプル H を相手にしながらも、2試合ともに、全くの凡戦となった。この時期、トリプル H が振り下ろしたハンマーを真剣白人取り、したことがある。この大失態で、翌月のレッスルマニア19では早くも、 出番を失い、以降はテストとの構想やタックを経るが次第に出番少なくなり、2004年にリリースされ2005年からは、ノースカロライナ州のインディー団体有志に出場した。2006年よりティネに参戦。ヒールとして、ジェフ・ジャレットと組み、スティングや、クリスチャン・ケージらと構想する。2007年には、チーム・ケージのメンバーとなり、ヒールターンしたクリスチャンと共闘。しかし、 5月の PPV サクリファイスにディック・スタイナーが登場し、その場でスタイナー・ブラザーズが復活、ベビーフェイスに転校した。以降はチーム 3D との交争を始めるが、6月4日に行われたハウスショーにて首を痛め、その日の深夜に呼吸困難のため病院に運ばれ、緊急手術。2日間昏睡状態が続き生命が危ぶまれるも、1ヶ月後に無事退院した。 8月26日には全日本プロレスの両国、国技館大会に来日。ブルドマーダーズのメンバーとして、スワマと組グレート・ムター・アンド・ジリと対戦した。2008年に、リックがティネを離脱してからは、2009年より、WCW 時代のライバルだったブッカー・ティーと、新チームを結成。8月16日に、チーム 3D を破り、ティネ世界タッグ王座を獲得した。 タック大座陥落後からしばらくしてティネを退団したが2011年1月27日の構想において襲撃されたカートアングルを救出する形で登場した。復帰後はロブテリーとの構想やクリムゾンのタック活動マットモーガンとの構想やハルクホーガン率いるヒールユニットイモータルへの加入などで活躍する。しかし11月のターニングポイントを最後に 登場しなくなり、数ヶ月リングに上がらないまま2012年3月にティネからリリースされた。リリース後は各地のインディー団体で活動を続け、ヨーロッパのインディーへも進出をしている。2013年5月には、スタイナーブラザーズで、プレストンシティレスリング p c w に戦し、プレストンシティレスリングタッグ王座を獲得するも、翌日に王座から陥落をしている。 6月には、ダッチプロレスリング、ダッチプロレスリングで、ダッチヘビー級王座を得している。同月に、ハウス・オブ・ハード・コア・ニにスタイナー・ブラザーズで登場、エディ・キングストンとホミサイドと対戦している。2015年6月にビッグタイムレスリング、BTW で、ギャングレルとシングルマッチを行っている。2015年5月18日にグローバル、ホースレスリングに参戦することを表明。 パンプアップされた肉体から繰り出す馬力と瞬発力を利用した豪快な力技、さらに対戦相手を危険な角度で落とす投げ技が持ち味。90年代後半からのキャラクターチェンジ前後で、ファイトスタイルは大幅に変わった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。